古西市。古西市は、静岡県の最も西に位置する市である。旧浜名郡の一部で、1972年に、市政施行。歴史、漁業、自動車工業、農業の町。静岡県の最西端に位置し、浜松市、豊橋市に隣接している。南側は、太平洋、東側は、浜名湖に面している。市街地は、 市内三つの JR 駅周辺に発達しているが、古西市内の旧六か町村が存在していた当時の名残からか市街地が分散しており、市の核といえるような地域はなく、連続した市街地は形成されていない。考古学の分野では古墳時代から奈良時代にかけて、末期のまた平安時代末から鎌倉時代にかけて、 山茶湾など中世陶器の一大生産地となった古マ鎌跡群があったことで知られる。江戸時代は浜名湖の北側、木賀関所と南側、今切れ関所、新居関所に関所が置かれ、幕府のハットにより、漁業以外の目的で浜名湖を船で渡ることは禁じられていた。鷲津地区、新所原地区、入出地区、新所地区、中畑地区、白須賀地区、二地,地区、 和室地区を中央地区、新所原地区を西部地区、新所から北の地域を北部地区、白須賀地区を南部地区、新居地区を東部地区と呼ぶこともある。和室地区が古西市内の中心となる地域となっていて、和室地区に市役所と消防署、その他市の施設が立地、国道301号沿いや古見から新居地区に抜けてゆく、ロードサイドに多くの住宅や商店、 大手スーパーが立地している。また、和志津地区には2000年代に入ってから、風の森や、吉見ニュータウン、共に150区画以上といった大規模な新興住宅地が整備されている。和志津地区は、豊田グループの子祖、豊田佐吉の出身地でもあり、和志津小学校の校歌で、彼のことを歌った歌詞が歌われているほか、和志津小中学校に、彼の銅像があり、 トヨタ自動車の資本により、トヨタ先地記念館が1988年10月にオープンしている。新庄原地区は愛知県豊橋市との境目にあり、新庄原駅構内に県境も存在する。天竜浜名古鉄道の出発駅でもある。新庄原地区は和志津地区と並ぶ住宅密集地であり、その周辺部には多くの商店が立地しており、大手スーパーも立地する。 愛知県が目の前にあることもあり、この地区は静岡や浜松より名古屋や豊橋に通勤、通学しているものが多い。白須賀地区は東海道白須賀塾の宿場町として江戸時代以前には栄えていた。現在は衰退したが国道1号潮見バイパスの開通と道の駅の完成。 さらには2013年6月に全線開通した豊橋東バイパスの木かつ県境付近に位置する豊橋東 IC の完成でやや活気が戻っている。鈴木の古西工場があるのもこの地区であり、ここから軽自動車や乗用車等が生産されている。また旧国道1号、潮見バイパスが開通する1996年までは国道1号、それ以降は 国道42号沿いに大衆食堂が軒の木を連ね、トラック運転手を中心に根強い人気がある。円州な灘に面する温暖な気候と豊かな土地を生かして、古くからキャベツやジャガイモ、メロン等農業が盛んである。円州な灘沿岸ではサーフィンや釣りも盛んである。また、浜名湖、カントリークラブでのゴルフも行われている。新入りでの北部地区は、 古くからの集落と田園風景がそのまま残されているが、ヤマハマリーナや鈴木マリーナといった地元企業、共に本社は浜松市が運営しているマリーナがあるとで、浜名湖沿岸での水上スキーや水上オートバイに、クルージング、釣り等のマリンスポーツや古西連邦のハイキング等が盛んな観光地でもある。また、斜面ではみかんの栽培も盛んである。入り出漁港では、 近年なかなか見られないノコギリガザミが水揚げされている。新居地区は2010年3月23日に編入された旧浜名郡二町の地域で、東海道の新宿と新居関所で古くから栄えている。関所周辺には多くの住宅や商店が軒を連ね、古い街並みが充実に表現されているとも言える。新居町中の里の国道301号沿いには、平成、 1989年以降に入ってから登場した、明けぼ地区という新興住宅地を中心に、多くの住宅や商店、大手スーパーが立地している。また、1993年にユーストア、現、クックマートが出店したことで発展している一方、朝夕は、国道301号が渋滞することが多い。静岡県唯一の協定場、浜名湖協定があるのもこの地区で、 レース終了後の夕方になると、周辺道路が渋滞することが多い。新居地区はこのほか、浜名湖での海水浴や釣り、潮光等のマリンスポーツ、カキの手筒花火に、イチゴ狩りやブドウ狩り、東湖採市内切手の観光地でもある。財政は、比較的健全であり、1984年度から1998年度、2000年度から2010年度、 2015から2016年度、普通地方交付税不交付団体である。2001年度から2010年度の第4次湖歳市総合計画では、輝く未来が明ける町、湖歳の実現を目指した施策を行っている。道路整備、下水道整備に重点的に取り組んでいる。浜名湖での漁業やうなぎの養殖も行われている。市の中心となる駅、和室駅。 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。